お疲れ様でした。東京衝撃社会管理者毎日新聞から賠償質問させていただきます。まず語りました西山女流三冠、お疲れ様でした。まず、7月4日に受験を表明されてから2ヶ月間どのような思いで過ごし、どのような準備をされてきたのか、まずそこから教えてください。そうですね、最初に申し上げた通り、とりあえず今日までに自分のできることはやるつもりで過ごしていました。もうその時点で相手は高い集団と決まってましたけども、高い集団の印象をどういうふうに思っていたのか、それとどのようなご準備をされてきたのか教えてください。そうですね、高い集団の、受け将棋の居飛車党なのかなというふうな認識でいまして、そうですね、難しい局面で力強い手を指して勝利強さを見せられているような将棋が多いかなと思っていました。今日は序盤は、三間飛車から持久戦模様になりました。駒組みをどのようにご覧になりましたか。そうですね、結構行って行って難しかったんですけれど、結構少し模様を張れているような局面もあったんですけれども、それでも形勢は好転はしていないのかなと思っていまして、大きく崩れないように指すことを意識しておりました。中盤戦いになって、馬を作られて6二金と金打ちとだったな、そのあたりの形勢はどのようにご覧になってましたか。実戦的には難しいかなと思っていたんですけれど、見えない手が飛んでくると苦しいのかなと思っていましたし、本譜も端攻めが想像以上に厳しくて、正しくはちょっとわからないまま指していたと思いました。その端攻めに対して9七角と打ち込んでいきました。そのあたりの生産はあったんでしょうか。あ、イエス、しょうがないかなと思っていて、そうですね、本譜も負けてもおかしくないかなと思っていました。その後、際どい終盤戦続きました。抜け出したなと思ったのはどのあたりだったでしょうか。最後まで分からなかったので、そうですね、6三玉と逃げたあたりで、がない限りあまり寄りつかない形かなと思いました。今日の将棋一局振り返りまして、ご感想を教えてください。そうですね、本当にずっと気が抜けない難しい将棋だったかなと思います。そうですね、少しずつ苦しさは意識しながらも、最後はこんな面も大きかったかなと思います。これで試験初戦白星スタートとなりました。そのことについての受け止めを教えてください。そうですね、5人の方々それぞれ本当に全然違った武器で四段になられた方々ですので、またここから一局一局準備して、当日は全力を尽くせるように過ごすしかないのかなと思います。2局目は10月2日山川四段が試験会になります。山川四段の印象とどのように戦っていくかということを教えてください。そうですね、正統派の居飛車党というイメージがありまして、実力者の方という印象なんですけれど、そうですね、目の前に一曲一曲を頑張りたいと思います。ありがとうございます。それでは高橋五段にもお伺いします。先ほどお疲れ様でした。
7月4日に主催の試験を島女流参加の表明されて、その時点で自分ご自身が試験官、第一局の試験官だと決まったと思います。この2ヶ月どのように過ごしてきたでしょうか。そうですね、特別なことは特にあまり意識せずに普段通り過ごしてました。それは石山女流三冠の印象とどのようなご準備をされていたんでしょうか。そうですね、まあ、終盤こう切れ味が手を刺されるイメージがありまして、そうですね、競り合いになった時に、まあ、本部が競り合いになった時に、まあ、勝ち切れるかどうかを、まあ、準備段階では考えていました。今日序盤、対抗系で持久戦模様となりました。駒組のあたりはどのような考えだったでしょうか。そうですね、そうですね、2六飛車といったあたりまでなんとなく準備をしていたんですけど、中盤の引きでもう少しうまくさせなかったかなという気持ちはあります。一番馬を切って端攻めに行かれました。そのあたりの、お判断、どのような判断だったんでしょうか。そうですね、直前に2九成桂と桂馬を取られた手に、駒損になってしまったので、まあ、このまま長引くと、どんどん苦しくなるということで、勝負的に6人を指しました。なのでちょっと形勢はちょっと苦しいかなというふうに思います。そうですね、まあ、際どく残されているイメージではやっていました。それに対して9七角と打ち込まれて、まあ、際どい終盤戦になりました。そのあたりはどのように受け止めたんでしょうか。角打たれた瞬間、はい、まあ、負けたなと思いましたけど、9八玉という手が消去防衛感じで、まだチャンスはあるかなと思ったんですけど、まあ、そうですね、まあ、本譜のように少し足りなかった。際どい終盤戦に続きまして、ちょっと最後足りないなと思われたのは、まあ、何歳だったでしょうか。8五香車の王手に、まあ、9五玉と逃げられる手を、まあ、軽視してまして、まあ、それはっきり足りなくなったかなと思いました。この一局振り返られての感想は教えてください。そうですね、自分の持っているものすべて出し切って、まあ、指しましたので、まあ、これが今の自分の現在地かなというふうに思いました。対局されてみて、西山女流三冠の強さ改めてどのようにお感じになったでしょうか。そうですね、まあ、終盤の切れ味もそうですけど、まあ、中盤の押し引きにも強さを感じました。ありがとうございました。代表質問になります。お願いします。ありがとうございました。そうでしょう。